それはどこにでもある映像の記録のはずだった。だがありふれた日常の中に何気なく残した休日の思い出に身の毛もよだつ恐怖がうごめいていた。さあこれからたっぷりとご覧いただこう。撮影者が肝を冷やした嘘偽りのない心霊現象の数々を。確かにそこにはいる。願わくば決して一人では見ないでいただきたい。いる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 。下校途中の高校生たちが駐車場の傍らで倒れている人を発見。カメラを回し始めてから近づいていき声をかけると、怖いわマジで。なんだあいつ死んでんのマジでヤバくねえじゃん。マジ、寝てんのか。寝てんのかあれ。寝てっぽい。寝てって言って言ってる。いや俺マジ怖え。いやいや死んでんだったらいいな、連絡した方がいいから。そうだね、うん、マジ怖っ。やべえ、ちょっと待って、これマジ怖いんだけど。ちょっと待って、寝てんのか。俺かすいません、すいません。寝てんの、寝てんの、うん。お分かりいただけただろうか。倒れていた人の顔に注目しじっくりとご覧いただきたい。これマジ怖いんだけど。ちょっと待って、寝てんのか。俺かすいません、すいません。寝てんの、寝てんの、うん。すいません。今一度じっくりご覧いただきたい。振り向いたその顔はこの世のものとは思えない、まさに化け物。交通事故などの怪我なら服に血痕も飛び散っているはず。しかし顔以外は至って普通、寝ているように見えたという。友人とビリヤードを楽しんでいる動画、たわいもないことを言いながらゲームに興じていたその時、一人の体に異変が。
どうする？順番に入れろ、順番に入れろ。そうだね、手堅く行こう、手堅く。手堅く行こう。キュンキュン狙ってるじゃん。手堅く行きましょう。手堅く行こう。お分かりいただけただろうか。画面左、男性の腕に注目し、じっくりとご覧いただきたい。はい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 。これ位置当たってないから。ちょっと待ってね。ちょっと待って待って。おいし、お願いします。これいけるべ。おい、ナイスショー。すごい手堅いショットだった今。今一度じっくりご覧いただきたい。球を握る手と腕に大量の蛆のようなものが。男性は蕁麻疹やアレルギーを持っておらず、映像を見て首をかしげるばかりだったという。まだ体の中で這い回っていなければいいのだが。会社の同僚とバッティングセンターで汗を流すことに。一人は野球部経験者、スイングにも熱が入ったのだが。Thank you.
私絶対できないよ。おー、怖い。危ない。お分かりいただけただろうか。男性の背後に注目し、じっくりとご覧いただきたい。今一度じっくりご覧いただきたい。ボールがネットを揺らした瞬間、ブレたカメラに映り込んだ霊。よく見ると体は上半身だけ。地面近くから浮いてきたように見える。ファールボールに驚いたのは人間だけではなかったようだ。キャンペーンガールとイベント会社の担当者との打ち合わせ。監視カメラの映像が目を疑う異変を捉えていた。お分かりいただけただろうか。画面右の壁面に注目し、じっくりとご覧いただきたい。今一度じっくりご覧いただきたい。壁を突き破るように浮き出てきた骸骨のような霊。ところが女性がトイレに向かった途端消えてしまった。まさか乗り移ってしまったのか。女性は今も原因不明の体調不良に悩まされているという。
友人たちと河原でバーベキュー、川遊びを楽しんでいると、その声に誘われたか、飛び入りのゲストが、お分かりいただけただろうか。若者の足元、水面に注目し、じっくりとご覧いただきたい。石は絶対危ないよ、石は危ないよ。いい景色。冷たい？まだ。まだ冷たいか。思った以上に冷たい。イエーイ。楽しそうじゃん。今一度じっくりご覧いただきたい。水面の中から現れた手、しかしそこは浅瀬。水中に胴体があるとすれば、川底より下に埋まっていることになる。川遊びで命を落とした霊なのかもしれない。霊が見えるという女性を連れて心霊スポットを探訪。手つかずの自然が残る森で一行が見た意外なものとは。何もそんな感じする？もう映ってたりするの？いやいや映ってないけど、いや俺全然わかんないもん。もう分かんない。いいね、でもいいね、なんか雰囲気あるね。なんかいるよね。どこ？え、その隙間から見えるんだけど。マジで？木のちょっと奥あたり。え、違う。え、どんな木？ちょっと見るわ。あんま行かない方がいいと思う。え？どの木？ちょっと欠けてる。腐ってる木。もうちょっと奥の方。うん。え、見えない。ちょっと、映ってたりするのかな。いや、え、ちょっとじゃあもうちょっと奥、いろいろ行ってみようよ。え、行かない方がいいと思う。え、いっぱい見えるわけないもんね。いや、とりあえず行こう。ちょっと。うん、ちょっと行ってみよう。あ、歩けねえ。
しないと何にも感じないよ。あれなんか僕らも感じんな。わかんねえけど。どうなの？そう。え？それ。その。うん。太いのの。怖怖怖。見るの？見るの？え、ちょっと待って、じゃあ俺ちょっと行ってみよう。ここ、うん、え、どこどこどこ？どこどこ？ここら辺？これ？どうなの？この木？この木？え？うん。うん。え？お分かりいただけただろうか。女性に注目しじっくりとご覧いただきたい。どこどこ、ここら辺、これ、どうなの、この木、この木、え、うん、今一度じっくりご覧いただきたい。霊を見た瞬間逃げ出した女性、その残像がはっきりと刻まれていた。恐怖のあまり心が金縛りにあったのかもしれない。心霊研究家によると幽体離脱の一種ではないかという。たるんできたお腹、このままでは生活習慣病まっしぐら。妻の協力で腹筋を始めた夫だったのだが、お分かりいただけただろうか。腹筋をする男性の腹部に注目しじっくりとご覧いただきたい。
今一度じっくりご覧いただきたい。腹部から浮かび上がってきた手のようなシルエット、男性の両手はサイドに伸びており、どう考えても体の中から這い出てきたように見える。守護霊が本人に代わってドクターストップをかけたのかもしれない。物置に友達を閉じ込めるいじめごっこ、本気ではなく遊びのつもりだったというのだが、次第にエスカレートしていった結果、お分かりいただけただろうか。カメラが向けた地面に注目し、じっくりとご覧いただきたい。一度じっくりご覧いただきたい。あろうことか、物置に閉じ込められていたはずの少年が外に、扉をすり抜けたとでも言うのか。仲間たちはすぐ少年に謝罪、二度としないと誓ったという。休日のデート、観覧車に乗り込んだカップル、二人きりの密室空間になれるドキドキの時間を楽しむはずだったのだが、景色がね、いいよね。うん。
スタゲートよ。スタゲートはとですかね。でも、雨止んでよかった。ほんまやね。助かるよ。さっきのジェットコースターも怖かったけどさ、俺結構こっちの方が苦手なの。嘘。なんでジェットコースターの方が速くて怖いじゃん。いや、なんかあっちの方が安心感あったわ。へえ、なんで？じゃあベルトつければいいってこと？かなぁ。なんかさ、錆びてるもんね。あ、まあ確かに。ちょっと。だってこれとかさ、細くない？こんな細いの大丈夫なの？え、やめてよ、そんなの。なんかね、俺昔全然こんなん平気だったのな。ほんと？うん。やっぱ子供は強いんだな。子供はね。こっちか。中学生ぶりぐらいかな。初デートかな。初デート。初デートで。乗ったかもね。え、どんな子だった？一番あれかな、一番可愛い子だったんだね。じゃあ可愛い、モテたんだ。いや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 、モテないよ、モテないよ。モテます。お分かりいただけただろうか。出入り口になっている扉に注目し、じっくりとご覧いただきたい。初デートかな。初デート。初デートで。乗ったかもね。あれけど。え、どんな子だった？一番あれかな。一番可愛い子だったんだね。じゃあ可愛い。モテたんだ。いや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 、モテないよ、モテないよ。モテます。今一度じっくりご覧いただきたい。扉のガラスが割られ、そこから手が伸びてきた。そこは空中数十メートル、人間がしがみつけるような構造にもなっていない。ところが二人が背けた目を再び向けると、その手は消えていたという。廃墟マニアが一人で訪れたのは、北関東の某所にある空き家。埃の上に足跡もない手つかずの状態に、静かな興奮を抑えられなかったというのだが、映像を見返し愕然とすることに。
お分かりいただけただろうか。トイレの奥に注目し、じっくりとご覧いただきたい。今一度じっくりご覧いただきたい。トイレに立っていたスカートを履いた少女の霊、よく見ると足がない。この廃墟に住んでいた少女なのだろうか。成仏してほしい。撮影者は今少女のために毎日手を合わせているという。カップルが人里離れた神社へお参りに訪れた時の映像。長い階段を上ると、そこにはこじんまりとした古い社が。大丈夫、なんか怒るんじゃないの。触ったなって怒るんじゃない。まだあるね。何台くらいあるんだろうね、これ。隠れとけばよかったね。ね、全然隠れてなかったよ。さすがにきつくなってきた。息切れてる。息切れてるじゃん、ほんとに。ほら、もうあんまり頑張れないからね。大丈夫てかさ、俺が息切れてきたんだけど。結構あるね。見えた。あ、ほんとほんと、なんて読むのこれ。最後なんて読むの。なんて読むの。わかんない。そう尊敬するみたいな。そうみたいな。あ、何々さん的な。ほんとかよ。着いたね。やっと着きました。頑張ったね。ね、頑張ったね。え、大丈夫？しようか。お分かりいただけただろうか。画面左、引き戸の扉に注目し、じっくりとご覧いただきたい。頑張ったね。ね、頑張ったね。ちょっとね。大丈夫？終わりで？しよっか。今一度じっくりご覧いただきたい。
扉の桟の間から出てきた手。カップルによると小さな社は無人で扉には鍵がかかっていたという。ならば手の主は何者なのか。手の動きから見て神様でないことだけは確かだ。友人たちの前でコインマジックを披露している女性。その場では楽しい余興タイムとなったというのだが、実はマジックを披露していたのは女性だけではなかった。クスロが100円玉ね。はい、ちょっとチェックして、何の細工もしてないから。500円だよね、普通のね。うん、まあそうだよね。はい、500円があります。はい、はい、こっちに入ったでしょ。さあどこにあるでしょうか。移動したの。え、いやいやいや、ここアホでも分かる、こっちだね。いやいや、絶対何もしてなかったもん。やってない、してないけどね。それじゃあ、本当にこっちでいいの。いや当たり前やね、アホでも分かる。え、じゃあ私反対。いや、まあ、反対じゃなかったらマジックにならないよね。じゃあ反対。じゃあ、行くよ。おー、すごい。どうやって。マジで。え、すげえ。え、こ、ほんで。え、じゃあ袖とか入れたんじゃないの。あー、それだ、袖とか入れ。あー、そこ。え、まあいいや。いい。もう一回行こう。何の細工もないからね。さあどっちだ。意外とどっちでしょ。スタートの中ひねくれてんな。右側しろ、右側しろ。こっちでしょ、絶対こっち、絶対こっちでしょって言ったらどっちかってことだよ。でもこっち、絶対こっち、もう見た、見たでしょ。でもそれはマジックだったら、でもこっちなんだよね。はい、いくよ。おー、すげー、すげー、マジ？すげえ。あ、じゃあ、いろいろ。お分かりいただけただろうか。女性のお腹あたりに注目し、じっくりとご覧いただきたい。ないからね。さあ、どっちだ？いやいや、こっちでしょ。スタートの中。ひねくれてんな。右側しろ、右側しろ。こっちでしょ、絶対こっち、絶対こっちでしょって言ったらどっちかってことだよ。でもこっち、絶対こっち、もう見た、見たでしょ。でもそれはマジックだったら、でもこっちなんだよね。はい、いくよ。おー、すげー、すげー、マジ、すげー。今一度じっくりご覧いただきたい。女性のお腹に突然現れた骸骨のような霊。驚かせる喜びをこの骸骨も味わいたかったとでも言うのだろうか。女性の体内に寄生する霊の正体は未だ分かっていない。ご覧いただけただろうか。世にも恐ろしい心霊動画の数々を。映像からも分かるように、撮影者はただ身近な日常や思い出を残そうとしただけに過ぎない。これが誰に起きてもおかしくない現実なのだ。そう、ありふれた日常の中にこそ恐怖の正体は潜んでいる。もしあなたがドアやカーテンの向こう、あるいは背後に気配を感じたら間違いない。あいつが